いやー、この遊び大全のオープニング画面、うん、あのフィギュアたちがいっぱい遊んでますけど、そうだね、ちょっと一つ気になることがあるんで言っていいっすか。どうぞ。お前らマスクしろよ。別にいいだろ。週末オセロクラブ、はい、始まりました。始まりましたね。今週も始まりましたけども、うん、はい、最初のこの配置見て僕ちょっと思い出したことがあって、おう、そういえばもうそろそろバレンタインですよね。どんな思い出し方してんだよ。なんでそうなったの。色にご注目ください。オセロの、オセロの色、黒、そして白、うん、これブラックチョコ、ホワイトチョコを表してるんですよね。なんかうまいこと言ってます。で、バレンタインで言うと、うん、まあ上田さんは0個だとして、俺は、いや、なんで俺0個確定なの。もらえるかもしんないじゃん。でもバレンタインのチョコって、まあ、もらえればもらえるほどまあ嬉しいじゃん。まあそうだね。うん。そんで、オセロ弱いやつと、オセロ強いやつ、うん、どっちがモテるかっつったらやっぱ強いやつじゃん。うん。だから、今回も上田さんボッコボコにして、自分のオセロの個数と、バレンタインのチョコの個数を増やしていこうかなと思います。またうまいこと言ってまーす。そんで上田さんはもちろん、あのオセロもゼロだし、バレンタインもゼロです。いや、そうはさしたくないよ。で、これは今んとこどうなんだ。あ、待って、ちょっと待って、ここ置いて、うわ、マジか。まあいい感じじゃない。毎回より一つにされてる気がすんだけど。まあそうなんだよね、俺あのスイントを一つにして追い込むんだけど、結局最後ね、全部返されて負けちゃうから、う、油断しないでいきたいよ。なるほどね、うん。いや、ただまだ言うていけるな。まあここをとりあえず増やして、そこでいいの。待って、これもまさか、斜めで取り返せ。嘘だろ。2回1個にされたのはちょっと初めてなんだけど、初めてなんじゃない。まあここ置くと一気に返せるから、あー、ここでちょっととりあえず数、ちょっとね、稼いでちょっと精神的なゆとり確保しとく。うわー、いやー、で、一応右上の隅は取れるんだけど、あ、取れるじゃん。まあ今回もいつも通り最初は控えめ戦法で、お、控えめで行くんすか。行かせていただく。もうここ一個返して、ただ結構序盤から上田がガツガツ来るんだけど、おー、まあもう耐えるよ。耐える？耐えしのぐよ。そしたら俺は5枚返して。あ、マジ？よーしよーし。めちゃめちゃガツガツ来るやん。行きますよ、今回は。もう引かれるよ、他の人たちにそんな序盤からガツガツ行ったら。別にいいだろ。これ完売返していく。いやー、ちょっとまあこれたまらず右上の隅を取るしかねえな。あ、ここで取ってますか。まあ取るしかねえけど、1個しか返せねえ。結局。そうなんだよね。いやー、そんで。なんか全然行けますよ、3枚返して。一気に来るな。ただまあまあまあ、ここはまだ攻め時ではないか。まだですか。一個でいい、一個でいい、大丈夫大丈夫大丈夫。いいのいいの。いや、ここ置いて、きつい。いや、きついな。まあきついでしょ。とりあえずまあ下ら辺で返すけど、まあ全部返されるよな、ここも当然。ここ下置いて、返さないで、返さないで。あー、これ今回いけんじゃないの。これスウィント今回まずいぞってみんな思うでしょ。ただパスです。パス。めちゃくちゃ順調だったじゃん。ザバー、そんでここ置くと1個しか置けないです。なんでだよ、俺さっきまで勝てそうだったじゃん。待て待て、静かに聞いて。パス。パス。そんで1個しかまた置けませんよ。また1個しか置けない。で、置いていただいて、そんで左上の隅に置いてくだチャイのマークがあるんで、置いてパス。そんでここもパス。マジ。そんで俺は1個しか置けないです。いや、パスのテンションで言うな。で、上田さんちょっと今きついかもしんないけど、次めっちゃ返せるから、これパスだけど、ちょっと次反撃ターン来る。いけんの。ここ置くじゃん。ここです。ここで、ここで来る。ちょっと置いてみて。置くよ。いや、全然返せねえじゃねえかよ。で、ここ置いて、一旦あの結びだけ作らせてください。うー、黙れー。そんでここももちろんパスです。パスだよ。ここもあのパスです。そんでここ置くと、またまたあの1個しか置けないです。まあ1個しか置けないのかよ。うん、そうなんだよね。俺もここ起きてんだよ。あ、知ってる、あのオセロって返せるとこにしか置けないんだよ。いや、知ってるわ。そんでここ置くと、また1つしか置けません。また1個しか置けない。おいおい、どこ行ってんだ、早く置いてくれよ。ここ起きてんだよ。だから早く置いて。いい加減にしてよ。そんで俺はマジでこれ大事だぞ、この一手。え、どこ置くか。んー、まあ俺もここに置きてんだよ。なんで。そんで俺もここに置きてんだよ。だからなんで。で、ここに置いて、あ、あの選択肢増えた。上田
の2つ置けるね。じゃあ左側置こうか。ここ左側置いてもらうと、さっき置きたかったここに置けまーす。はめられたー。もうここ白じゃなくて黒にさせてよ。で、ここも白の代わりに黒を置かせてよ。仮に黒になったとして何ができる。正論やめてで、ここでパス。あ、取られた。もうラストよ。で、ここではもう一回パス。またまた。そんでここみんなでいいよ、はい、せーの、パーやめてやめて。そんで終わっちゃう、終わっちゃう。あ、待って待って待って、早く置けよ。あれ置けなくなった。あれあれあれ置けない。置ける、置けるの。ある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 。これどっち勝つんだ。わかんだろ。これよっしゃ、もうわかるよこれ。これ勝ってる。ああ。いや、もっと喜べよ。ダンディービリヤードクラブ。どこがダンディーなんだよ。はい、じゃあやってきます。切り替えすごいな。どこ行ってんの。ブレイクショットはこの辺でございます。あれ、おお、当たった。当たったのこれ。おしゃれブレイクショットが決まっていく。これ意外におしゃれで、相手の心を制圧するっていう効果もあるし、狙いづらいんじゃないですかこれ。でもそんなことなくないか。そんなことない。あれ、左上狙います。いけ、入るんかい。入るよそりゃ。俺のおしゃれブレイクショットを無駄にすなよ。いやでもこれさ、あー、次次狙いづらいんじゃない。狙いづらいなこれ。これおしゃれブレイクショットの効果出てるぞ。いやこれどうしよう。これ2に当てないとダメなんだよね。いやそうなんだよね。これはむずいぞ。あー、この角度で、いけ、まあ無理よね。あー、そりゃ無理か。いやー、これでファールになります。あー、で俺自由にボールを置けるんだよね。そうなんだよね。まあ、自由にボールを置けるとってなんかむずいなその配置。うーん、上の赤が邪魔すぎる。確かに邪魔だな。どこ置こうかな。もう密着させるか、ここに密着。密着させよう。それがバカだろ。それで押し込むみたいな。あ、え、全然狙いねえや。やべえ。やべ、全然角度ねえじゃんこれ。これはバカすぎる。じゃあもう壁際にぶち当てろ。それで、え、おお、入った。入るのね。まあ、1個入れることできたから万々歳じゃないですかこれは。そうね。オッケーオッケー。で、次に入れればいいから。まあ、そうね。え、あ、勝った。なんでちょっともう一回やらして。なんで勝ったのか分かんないんだけど、勝ったから、もう一回やらせてくれ。もう一回やってもいいんだけど、ちょっと、それなりの対価は払ってもらうぜ。なに？クソウザブレイクショットやりまーす。まさか。これで。これで、はい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 、トン。弱くするやつ。どうだ、ちょっと音聞いて、ちゃんと音聞いて、寝る。あ、生きたー。もうかすっただけやん。あー、この角度ないし。コメント欄によると反則らしいんだけど。あ、言われてたね。遊び大全の世界では真っ当な戦法です。あいやー、これどうします。いや、これどうしようか、うん、まあ、真下かな。そうね、真下に打って1当てる感じにしたいかな、うん、これ絶対1を当てないとファールになっちゃうから、うん、そうね。いやー、ちょっと角度むずいけど、うん、この辺でいきます。どう、え、なんかブルーンっていうね、ファールの音したぞ。え、これファールな。1に当たってない。うわ、当たってなかったか。角度ミスったわ。これ多分オレンジに当たったね今。あ、そういうこと、うん、なんで1をもらっちゃっていいっすか。やっさー、いただきよね、なんでそっちを入れたいんじゃねえんだよ。初めてブレイクショットの効果出ると思ったのに。最悪。うわ、もう結局チャンスあげてるだけや。ありがとうございます。マジかよ。さあ、ここ置いて、そっから、うわ、入る、これちょっと、これ入る。よっしゃ。意外にむずいからね、このショット入れる。マジかよこれ。これはもう、いや、押し込むだけよね。ありがとうございます。うわー、でもちょっと白の位置がまずいな。ね、だいぶ端だけど。これ2狙わないといけないんだけど。あ、終わったー。狙えねえもんだって。何この表示、何この表示。もうよくわかんねえから、もうワンチャン反射狙うしかねえ。いけー、はい、無理。そりゃそうだろー。いや、これまたファールで上田にチャンスあげちゃってんじゃん。毎回チャンスくれてありがとうございます。いやー、こんねん 2? うん、うわ、これは入りそう。これはもう押し込むだけですから、うん、よいしょ。オッケーオッケーオッケー。次の3はどれ。赤、赤、赤3じゃない。あー、この右のやつか。これ入れんのむずいでしょ。これむずいな。これは入らんよ。とりあえず当てるだけにしとこうかな。とりあえず下に、うん、いけ。どう、なんでワンチャン、ワンチャン、あ、ないか。さすがに無理だったか。そんで俺またすげー狙いづらい。ね、勘弁してよ。まあ、ここで俺が天才ということを見せつけようかな。嘘だろ。はい。
まあそりゃ無理よね。またファール、俺ファール置いてちゃんと狙わさせてくれよマジか。そんでこれ3をまあ入れればいいだけか。そうね、またこれ入れればいいだけ。煽るな煽るなよいしょ、外せよ。やっけー、マジかよ。さあ次どれ。次5、あのオレンジかな。オレンジワンチャンいけんじゃないっすかこれ。あ、違う、4あったわ。あ、真ん中の4これか。これ紫だいぶ距離あるねこれ。うん、でもこれ角度ありますし、うん、角度合えば入るこれは。うん、さあいけ。よーしょー、なんかしたー。そんで俺にチャンス巡ってきたかこれ。これはどうだ。よしよしよし、これさすがに決まった。これさすがに決まった。あーけー、よし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 。あー、そんで次5かな。右上の5だよね。そうね、オレンジの5。かなりチャンスボールいただいてますよ。ちゃんと丁寧に角度つけて痛い。よしよし、ちゃんと狙ったから。うわー、ちゃんと狙えばちゃんと入りますこのビリヤードは。まあそうね。で次は6とかある。あるかな。6、あ、ね、6そこね。くわー、これは入るんちゃう。これも入れられたわ、うん、ちゃんと角度つけて。ちょっと流れがスイントに来てる。いただきます。あー、やらかしたラッキーラッキー。マジこれ外すの痛いチャンスボールだったんだけどな。よっしゃー。でもこれ6はだいぶ入れづらいんじゃないですか。6は入れづらいな、これ。黒が邪魔になってるもんね。そうね、だからまあ6当てて。なるほど。この上の8当てる感じにしたいかな。6当て8入れ、うん、かなり難しいこと言ってますけどね。やってみたいな。いや、どう、これでいけ、頼む。よし、あれ、まだあるよ、まだあるよ、まだあるよ。行くか、行くか。どう、あぶね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 。そんで俺は、よかったけどな。もうこれは多分はいでしょ。6をちゃんと角度つけて。入ったか、くそー。オッケーオッケー。そんで次は、えんじ色の7かな。うわぁ。これ7角度ねえな。ないよ、これはいけないでしょ。これまた角度ないけど、ちょっと狙うわ。ワンチャンこの頃で入る説。いや、どうなんだこれ。角度なさそうで若干あるからね。うわぁ。これどう？やめてくれ！はい、入れ！うわぁ、無理かよ、最、え、待って、え？お前が入るんかい！えぇ、まさかの8ポケットよ。そんであと7と9入れたら勝ちでーす。俺のターン来ると思ったのに。いやー、これ上田さんのターン渡さずに俺が勝ちますよこれ。あ、まあ丁寧に角度狙ったんでもうここで大丈夫でしょう。やめてくれ。いけ、いやー、無理ー。よしよし、無理ー。あ、でも来た、これまたちょっと入れづらい角度なんじゃないですか。なんで入れづらいとこにすんのよ右上どうだ。いやー、ないだろこれ。右上はない。もうちょっとおしゃれショットでいこうかな。おしゃれショット、嘘、それはもう狙いすぎてるそれは狙いすぎて、もうちょっと痛いよそれ。い痛いとか言わないでよこれはもう逆にチャンスくれてありがとうと言いたい調子乗ってるやつには制裁を与えないといけない。うわー、よいしょー、俺がやらかしたな。ちょっと待ってくれ。そんでこれ9めちゃめちゃ入れやすい。あー、もうど真ん中にいるからな、うん、入れてって聞こえるもん9が言ってくれてるそんでもうこれはね、明日に入れてあげるからね、安心してね。やめてくれ、下に入れるよ。なんか起きろ、はい、いただきます。やだーさあ、え、待って、えー、ファールなのこれおい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 ふざけんなよおい、これさ、待って、よしこれ上田のターンもうクソゲーだクソゲーだ。これ最初あなたブレイクショットふざけてましたよねふざけてた、それがここに響いたんすよ。ふざけてたけど、あれは戦法なんだよし、この角度でよいしょー、クソゲーだー俺9入れたじゃんなんで9入れた後にファールになんねえといけねえんだよ。よっしゃー、リベンジ成功。もう二度とビリヤードやんねー